凶悪事件発生、現場へ急行。捜査員が目の当たりにした光景とは。激殺警察密着23時。本日は表参道で不法営業しているという情報が入ってきております。なお不法滞在しているロシア人も数名いるとのことです。くれぐれも気をつけて捜査に当たるように。ではよろしく。はい。立ち上がるのは北海道出身の熱くてでかい男、ドサンコデカ。もうそろそろ出てきそうですね。早速ドサンコデカが動いた。来ました。行きます。店から出てきた客の男に聞き込み。今このお店に入ったよね。この店から出てきたよね。そうですね。中で何やった？中はですか、僕はいや、外国の人とか。外国、うん、やはり怪しい外国人の存在が判明。2人ぐらい。どういうことをした？うん、いいから言う。大丈夫大丈夫。縄跳びしちゃいけないの分かってるな、うん、違法って分かってるよな、うん、ありがとう。白昼堂々と客引きをするロシア人の姿も明らかになり、ついに証拠は揃った。じゃあ今から裏も取れたので踏み込みたいと思います。ついにドサンコデカが凶悪ロシア人の怪しい店に突入する。警察だ、動くな。何をあんたに来ない。何ワイルドよ、何ワイルドよ。警察だ。見せろ。185だ。関係ねえだろ。情報が入ってるんだ。日本人の視聴者に貢がせてんだろお前ら。ドサンコデカの目はごまかせない。厳しい取り調べでロシア人の本性を暴く。私たちスーパーちゃんと YouTube でやってもそんなたくさん来ない。もっと他のロシア人いっぱいスーパーちゃんと組んでるよ。いろんな人とやってるな。なんか1回で5万円とか、あとなんか物とか買って、
欲しいものリストとか公開してる女もやるものリストでいいんだよ。なんか見てくるよ。私はそんな大胆なことなさいよ。21だ。あんた私とあなた21よ。もうね、私と比べ、私この女と比べたらもう25年も違うよ。あるよ。あなた何言ってんの。私こと若い言ってるよ。間違った。あなたそうよ。私バリバリあなた年一緒よ。やめて。あなた年一緒。恥ずかしくない。私23よ。21よ。あなた21よ。あなたこの間の田中の社長にあなた20って言ってたけど、あなた28よ。あ、21だ。私17歳よってお金もらってるんでしょ。それどうする。あなたそこだけもらえる。今聞かれてるよ。これでもしかないぞ。あなたどうするよ。情報はないよ。あなた何が入ってるんだ。どんな情報が入ってる。日本人の視聴者に貢がせるという。どうするよ。それだけ言い訳するよ。勝手に証拠がない。証拠があるの。あるよ。笑ってたねえか、お前は。笑ってたねえか。笑ってねえよ。どんな情報、どんな証拠。情報が入ってるんだ。入ってるもんは入ってるんだよ。お前無茶ぶりに言わないな。無茶ぶりちょっとでもしたら困る顔して情報入ってるしか言わなくない。入ってるよ。ロシア語でババって言ったらババさんのこと言うんだ。こ
思うが、そもそもビザ8年前から切れてるよ。あんた何言ってんの。マイク聞いたそこ。あんた田中聞いた。すごい私のこと聞き流してんのよ。ちょっとくんのあのマジでもう聞きますね。ロシア人配信者たちはさまざまな言い訳や嘘を言ってましたけど、今後も市民の安全を守るため地道に捜査を続けていきたいと思います。ドサンコデカはこれからも市民の安全を熱くでかく見守っていく。ところでそのお兄さんはね、結構体格もいいかなと思うんですけども、一日に何回ぐらい縄跳びの方してらっしゃるんですか？そうですね、多くて5回ぐらいですか。5回ぐらいか。結構元気やね。そうですね、朝、昼、おやつの時間、夕方、寝る前にって感じですね。寝る前にか、そっかそっか。よく出るのか？いやでも徐々にこう後に行くにつれやっぱり少なくなってはいくかなって感じですね。じゃあ今日はそのうちの1回もね、ぜひちょっと見させていただこうかと思うんですけども、この後も撮影の方、車の方でさせていただきますので
この後移動となりますのでよろしくお願いします。お願いします。はい。